何も理由を知らないまま、あなたの冷たさに怯えていた。今までを元にしてた予想は、現実よりずっと甘かった。ほんの短い時間の中で全てを超えてしまうような人、何の曇りもなくあなたなら幸せを夢見られた。受話器越しから伝わる声、伝えられた本当のこと、もっと早く知る権利は私には、あなた一人で決めてしまうなら、私がいた意味は何だったの。現実味のない話ばかりして、私のことを騙してるんでしょう。時はそう思っていた。あなたがいれば何もいらない、簡単に答えは出せなかった。全てを捨ててあなたと生きてゆく、それも一つの人生だろう。突き放されて少し冷静なのは、答えがきっと決まってるから。伝えたい言葉溢れて届かない思い拾って、また溢れないように、ための口実だね。あったって解決しないようなことが、多すぎたね。私これ